ヌエストラセニョーラデラ・アスンシオン、またはアスンシオン市はパラグアイの首都。郊外の都市と共に人口200万人を超すアスンシオン都市圏を形成する。名前は聖母の秘書点に由来する。アメリカ合衆国の首都のワシントン DC などと同じく、アスンシオンはパラグアイのどの州にも属さない特別区になっている。コードは 約53メートル。中心部カレッパルマ通りパラグアイ側の東岸に位置し、港が設置されている。市の中心付近には高層建築が見られるがそれ以外には10階以上の建築物は少ない。マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングの発表によると、5年連続で世界一物価の安い都市となっている。1892年のダウンタウン1537年に、 ラプラタ側からアルトペルーへ乗り路を探す遠征の途上にフアンデサラサールらによって建設された。当初は取り出であり、1541年に先住民の攻撃のため放棄されたブエノスアイレスからの避難者を迎え、市としての体裁が整えられた。市は南米の都市の中でも歴史の古い部類に属し、スペイン人やクリオーリョたちに 大陸中南部の征服と植民地建設の足掛かりを提供した。同志からの植民団が、ラプラタガー流域内外の広い範囲に都市を建設したため、諸都市の母と呼ばれる。1731年案生かストロの率いる市民が、スペインの支配に対して放棄した。三国同盟戦争中の1869年、市はブラジルの軍隊に占領され、 首都は、ルケに、さらにそこも危険になると 60km ほど東のピリベブイに移転した。戦後、ロペス政権によって国外に追放されたりヨーロッパに留学したりしていた人々が帰国し、ブラジルの傀儡政権を立てた。国の成人男性が戦死、病死、無差別な殺戮によって著しく減少していたからで、ある。 ブラジル軍の占領は1876年まで続いた。アスンシオンは温暖湿潤気候と熱帯気候の境界線にあり、暑くて湿度の高い夏と温和な冬に特徴がある。夏の相対湿度は高く、熱指数は実際の気温よりも高い。年間平均気温は摂氏23度であり、年間平均降水量は1400ミ、mm、リメートルで、 年に80日以上雨が降る。アスンシオンは4月と9月の間にとても短い寒気があるが、最も気温が低いのは6月と7月である。それ以外の時期は雨季である。ありがとうございます。